稲、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 のぎは、稲飼い猫属の植物。属名多い座は古代にイリシア語由来のラテン語で、米ー、または、稲を意味する。種商名柴は、栽培されているといった意味である。収穫物は、米と呼ばれ、とうもろこしや小麦と共に、世界三大穀物の一つとなっている。稲のぎ、とうか、のぎとう、かとうなどとも呼ばれる。 稲カイネ属の植物には二十三種七十七系統が知られている。このうち二十種が野生稲であり、二種が栽培稲である。栽培稲の二種とは、アジア栽培稲、アジア稲、大いざサチバとアフリカ栽培稲、アフリカ稲、グラベリマイネ、大いざグラベリまである。結実後も親株が枯れず、株が生き続ける多年生型と枯れマイトッシで繁殖する一年生型が、 アが、2型の変異は、連続的で中間型集団も多く存在する。原始的栽培型は、一年生型と多年生型の中間的性質を有した、野生稲から生じたとする研究がある。なお、いくつかの野生稲は絶滅したとされている。アジア稲は、アジアのほか、広く、ヨーロッパ、南北アメリカ大陸、オーストラリア、アフリカで栽培されている。これに対して、 アフリカイネは西アフリカで局地的に栽培されているに過ぎない。イネは競技にはアジアイネを指す。アジアイネには耐霊性の高いジャポニカ種、日本型と耐霊性の低いインディカ種、インド型の二つの系統がある。また、これらの交雑による中間的品種群が多数存在する。日本の農学者加藤茂友による研究が講師となったことから、 彼の用いた、日本型、インド型という呼称が広く使われているが、両者が存在する中国では、加藤の研究以前からこれに相当する、孔、うる、トセン、イナという分類が存在している。中国では、ワイガと長江との中間地域で両者が混交し、長江稲んでセン、ワイガい北で孔が優先する。加藤による命名が象徴するように、 それぞれの生態型の栽培地域には、体幹性による地理的勾配が知られている。日本や中国東北部、朝鮮半島では主にジャポニカ種が栽培され、中国南部や東南アジア産学部では、ジャバニカ種が多く、中国南部からインドにかけての広い地域で、インディカ種という具合である。ただし、こうした栽培地域の地理的分離は、絶対的なものではなく、 両方が栽培されている地域も広範囲にわたる。特に雲南からアッサムにかけての地域は、山岳地域ならではの栽培環境の多様性もあり、多くの遺伝変異を蓄積しているとされる。栽培稲の祖先種とされるのは、オリザルフィポゴン、オイザルフィポガンである。このオリザルフィポゴンの生態型には、多年生型と一年生型があり、特に一年生型が、オイザニバラとして、 別種扱いされることもある。しかし、分子マーカーによる集団構造の解析によっても一年生型と多年生型が種として分化しているという証拠は得られていない。なお、交雑が進んだ結果、今日では幸い稲から遺伝子浸透を受けていない。個体群はインドやインドネシアの山岳地帯に残るに過ぎない。稲には亜種や近隣種が多いためによ期せぬ。 雑種交配が起こることがある。特に、亜種の多様な東南アジアにおいては顕著である。日本では雑種交配を防止するため、工作地周辺を頻繁な雑草狩りで予防している。栽培稲ではなく、雑草として生じるものを雑草稲という。こうした雑草稲は、生態的及び形態的特徴が栽培稲のそれと類似するため、駆除が極めて難しい。 雑草稲は、水田の強雑草で栽培稲の生育障害、脱流、収穫種子に赤米として混入し品質低下を引き起こしている。日本では、乾電自家巻栽培で発生しやすい。栽培糖の生産性を落とすだけでなく、栽培稲と交雑することで、品質劣化を起こす。東南アジアでは、特に顕著で、食用糖の生産性向上の課題となっている。一方で、 祖先型野生糖は遺伝資源としての有用性も指摘されており、種子銀行などの施設での保存のほかに、自生地、飲出での保全の試みもある。栽培犬以外では、オーフィシナリス、薬等が休耕植物として利用されることがある。原産地は2017年現在、考古学的な調査と野生糖の約350系統の DNA 解析の結果、 1> 約1万年前の中国長江流域の湖南省周辺地域と考えられている。かつては雲南省の遺跡から発掘された4400年前の資料や遺伝情報の多様性といった状況から雲南省周辺からインドアッサム州周辺にかけての地域が発祥地とされていた。長江流域にあるわらじ山遺跡のプラントオパール分析によれば 約6000年前にその地では、ジャポーニカ米が栽培されており、インディカ米の出現はずっと下るという。野生島集団から、ジャポーニカ米の系統が生まれ、後にその集団に対して異なる野生系統が、複数回荒廃した結果、インディカ米の系統が生じたと考えられている。日本国内に、稲の祖先型野生種が存在した形跡はなく、ヨース港中流地域において、 栽培作物として確立してから、栽培技術や食文化などとともに伝播したものと考えられている。日本列島への伝播についてはいくつかの説があり、おおむね以下のいずれかの経路によると考えられている。ただし、多様な伝播経路を考慮すべきとの指摘もある。本格的に稲作が始まった時期は地域によって差があり、一説では最も早いのは九州西北部で、 弥生時代早期にあたる、紀元前九世紀からとされ、初期の稲作は、用水路などの栽培環境が整備された水田でなく、自然地形を利用する形態で低湿地と隣接する、微光地を利用していたとされている。杉田光一編、日本食品大辞典によれば、水稲作の日本への伝来は、縄文時代後期にあたる、紀元前十一世紀後であり、本格的な栽培が始まるのは、 近畿地方では、紀元前2世紀頃、関東地方では2世紀頃、本州北端では12世紀頃、北海道では明治時代以降であるとされている。しかし、近年、縄文時代前期の遺跡から、複数の稲荷植物の意外である、プラントオパールが出土している。稲のプラントオパールは20から60ミクロンと小さい、ため、雨水と共に地下に浸透することも考えられるため、 即座に発見地層の年代を栽培の時期とすることはできないが、鹿児島県の遺跡では1万2千年前の薩摩火山灰の火層から稲のプラントオーーが検出されており、これは稲作起源地と想定されている中国朝光流域よりも古い年代となっている。現在日本で栽培される稲は、ほぼべてが温帯日本種に属する品種であるが、過去二千五年二月、 岡山市の彦崎海塚で、縄文時代前期の土葬から稲のプラントをパールが多量に土した。同市の浅根隕石でも同時期の発見例があり、縄文時代前期から畑作による稲の栽培が始まっていた可能性が高まったには、熱帯日本酒、ジャバニカ種も伝播し栽培されていた形跡も見れるが、他地域で栽培されたものが持ち込まれた可能性も否定できないとの見解もある。 また、2008年国立歴史民俗博物館の研究者らは、岡山県彦崎貝塚のサンプルには異なった時代の付着もあったことから、時代測定資料の選別は慎重に行うべきであるとしている。多くの節を持つ感情の感を多数分岐させ、節ごとに一枚の細長い肉白の葉を持つ。また、葉の付け根には恥じたという器官がある。葉には筋状の葉脈に、 ガラス体、プラントオパールを蓄積させ、そのガラス体の柱、植物骨格組織を支えにして直立する。薄手の葉が直立する創形のため、密集状態での受光効率が高い。管は、節の詰まったロゼット状になっており、生殖成長期になると徒長して方を一つつける。栄養成長期と生殖成長期が明確に分かれており、 彦をつけるのは缶を増やす時期が終了してからであり、もみが成熟し生殖成長が終わると、ヒコバエが生え再び栄養成長を再開する。多色性の風梅花であり、開花前に缶が徒長して彦草むらから突き出すのは、開花時に花粉を飛ばしやすくするためである。ただし開花前に花粉が熟し、開花時に薬が破裂するため、栽培等では98%程度が自家受粉する。 開花時間は午前中から昼頃までの二から三時間と短い。花は栄花と呼ばれ、開花前後の外観は緑色をしたもみそのものである。もみの先端にはしなやかな棒が発達する。棒はもともとは種子を拡散するための器官であるが、栽培上不要なため近代品種では退化している。農業上、種子として使われるもみは生物学上の果実である玄米を A イコールもみがら、もみがらが包んでいるもの。白米は、玄米から、ぬか草、肺など取り除いた、肺乳の一部である。元来、稲は、湿性植物である。水田で栽培する稲を、水稲、水稲、ローランドライス、タイ、ヒデり性が強く、二十歳で栽培する稲を、オカボ、陸糖、オカボ、アプランドライスという。日本では、 明確に水筒と岡穂が区別されるが、他の国では、水筒と岡穂とは、明確には、区別されていない。逆転の日本史編集部、日本人のルーツがわかる本によれば、岡穂、熱帯ジャポニカに関しては、すでに三内丸山遺跡から2800年前の米粒が見つかっていますと述べ、水筒、温帯ジャポニカに関しては、弥生時代頃に、 水田工作技術を持った人々が朝鮮半島の方から日本列島に持ってきたものと説明している。水筒には、灌外島、天水島、浸水島、浮島といった種類がある。水位が著しく上昇して、葉が水没するような状況では、石管を急速に伸ばすことで水面から葉を出し、窒息を免れることができる。 石棺の伸長能力は品種により著しい差があり、数センチから十数メートルまで伸長する品種がある。特に著しく伸長させることができる品種は、ウキイネと呼称される。オカボは水筒に比べて、食味の点で劣るとされ、日本においては近年では、餅種などが栽培されているに過ぎない。イネの食用部分の主成分であるデンプンは、分子構造の違いからアミロースと、 アミロペクチンに分けられる。お米の食感は両者の含有配分によって大きく異なる。すなわち、アミロース含量が少ないお米は加熱時に柔らかくもちもちした食感になり、アミロース含量が多いとパサパサした食感になる。日本人の食文化では低アミロースのお米を美味しいと感じる。この好みは世界的には少数派となっている。 通常の米は20%程度のアミロースを含んでいるが、遺伝的欠損により、アミロース含量が0%の品種もある。これが、持ち性品種である。アミロース含有を0%にする遺伝的欠損を、ち性といい、この特質を持つ作物は、稲だけではなく、他にアワ、キビ、ハト麦、モロコシ、トウモロコシ、オオムギ、アマランサス、系統に見つかっている。 これらの作物は世界中で栽培されているにもかかわらず、餅製品種が栽培されている地域は東南アジア産学部の商用樹林帯に限定されいる。その得意性からその地域を餅食文化圏と呼称されることがある。日本列島自体が2種半分を餅食文化圏と同じ商用樹林に覆われており、また晴れの日にもち米を食べる習慣がある。ここは赤飯。 お持ちことから、日本文化のルーツの一つとして注目された。相番性により和性、中手、奥手などに分類される。一般には和中性、中手、番性、奥手と表記されるが、稲の場合には特に和性、中手、奥手と表記される。黒米、赤米、緑米などを総称して、夕食米という、野生種に近い米である。 うるち米には次のような品種がある。日本国内における代表的な栽培品種は以下の通り2009年の収穫量順。作付け高上位10品種で80.4%、上位20品種で88.6%を占める。1980年代に、両食未品種として代表格であった笹西木越光は互いに禁煙の関係にあり、 両品種以降の後の両食見舞いは多くはコシヒカリの遺伝子を引き継いでいる。日本で栽培される稲は遺伝的に禁煙の品種が多い。そのため天候不良や特定の病虫害によって大きく収量を落とす可能性がある。したがって食料の安定生産という観点からより多くの遺伝資源を利用した品種改良が必要である。 一般的には知られていないが、稲には、食用米品種以外に鑑賞用品種が存在する。鑑賞用稲は米を収穫することが目的ではなく、鮮やかに染まった葉や葉を鑑賞して楽しむための稲で、ある。切り花やドライフラワーなどに適している。また、近年では、青森県田舎建村などで取り組まれている、田んぼアートなどに用いられている。稲。 塔の栽培を稲作という、栽培する土地を田、または田んぼといい、特に水を張っている田を指して水田ともいう。水田で育成されたものを水筒、畑で育成されたものをおかぼ、陸島おかぼと呼ぶ。日本では、近年では、おかぼは少なくなっている。おかぼは、栽培に水が少なくて済むが、面積あたりの収穫量が水筒より少ない上に、 連作障害が発生する。水筒は収穫までの間に大量の水を使うが、そのため自力の低下が小さく、永久連作、二期作が可能である。稲は下記にある、程度高温になる温暖湿潤の気候が適している。しかし、寒冷地向け品種の作出と栽培法の確立により、寒冷地での栽培も可能となった。日本では、現在では、 創生参考のうち、北海道及び東北地方が占める割合が最も大きい。東北地方や新潟県の内陸部は夜間の気温が低いため稲の消耗が少なくよ食味の米が収穫できるとされ、近年の食味ランキングでは東北地方及び新潟県の三枚が上位を占めている。しかし、1931年、昭和6年に並川茂助によって、 世界初の寒冷地用水筒、和瀬である農林一号の育成が成功するまでは、なお、温帯原産である温帯日本型は、本来熱帯気候には適しておらず、温帯に属する日本でも、夏季に猛暑が続くと糖熟障害を起こす。近年は、地球温暖化に伴い、西日本を中心に猛暑日が増え、糖熟障害や、食味の低下が問題になっており、 栽培技術による対応だけでなく、対抗温品種の作出も行われている。コシヒカリに、イモチ病の抵抗性遺伝子を連続戻し後輩で導入することによって、育成されたコシヒカリビンエルがある。現在、新潟県産コシヒカリという銘柄は、9割以上がコシヒカリビンエルという品種群であり、コシヒカリ、品種とは異なる。理科学研究所では、 重イオンビーム照射により一般種の1.5倍の耐塩性を獲得した品種の開発に成功。塩害で工作ができなくなった土地での栽培により生産可能地域が広がり食料問題の解決に貢献することが期待される。稲は生物学や農学において植物のモデル生物として用いられている。稲は主要穀物の中ではゲノムサイズが小さく、 トウモロコシの1、6、小麦の1、40、穀物の遺伝情報を知る上で、モデルとして公的とされる。農業生物資源研究所が、コシヒカリファミリーである、コシヒカリ、一目めぼれ、秋田小町、日の光を分析した結果、6つの DNA を共通して受け継いでいることが判明している。特に興味深いのは、明治時代に、 東西の横綱と称されたカメノを朝日の DNA を引いていることが挙げられる。ゲノム研究所や稲ゲノム研究プログラム国際チームが日本晴れのゲノムプロジェクトが進行しており、稲ゲノムの延期配列は2002年12月に重要部分の解読が完了し、2004年12月には完全解読が達成されている。 先日のように稲は単子養植物のモデル生物であり、植物としては創子養植物である白犬が綱に、続いて2番目、単子養植物としては初めての全ゲノム完全解読となった。稲は洪水などで水没すると呼吸ができず枯れてしまうのが弱点だが、名古屋大学の足狩本幸教授らが水没に耐えられるような茎を伸ばす遺伝子を解明した。 他にも胃持病にかかりにくいが、食感の悪い、オカボの遺伝子を研究し、食感が失われない、とも、ほなみを2009年に開発している。5、おさむき